時空新世紀4622年、人類とマザーブレイン軍との戦いは小型戦闘機ネオシーザーの活躍により人類の勝利に終わった。星々は光を取り戻し、宇宙には再び平和が訪れた。しかし全ての人々が平和を感じていたその時、宇宙の片隅でマザーブレインの細胞が少しずつ確実にその力を取り戻そうとしていた。ここは惑星パロソン。地球と友好関係にあるこの星は、地球と同じような文明を持ち、人類によく似た人たちが平和に暮らしている。そしてこの星はマザーブレインとの戦いの場所に一番近い惑星でもある。こちら地球守り隊神楽坂支店、感動良好です。どうぞ。もしもし、こちらパロソン警備隊。あのね、うちの中枢コンピューターに何かが侵入して防衛機能が麻痺しちゃったみたいなのよ。それで調べてみたら、あの時オタクがやっつけたあいつが暴れてるみたいなの。だから早く助けに来て。ああ、というわけでこの事態を重く見た地球守り隊では、パロソンに向けて至急援軍を送ることとなった。デルタワイより各機へ、敵機多数警戒エリア内へ進行中。スクランブル部隊発進スタンバイ。デルタワンよりボンバーマンへ、敵機さらに接近中。直ちに発艦し攻撃に移ってください。3、2、1、0。
Yellow stick, come on!